二の腕全然違います。本当に。こちらの腕測らせていただきます。1センチ切りました。すごい1センチ。お腹でも半身だけですけど測れます？2.5 減ってます。あ、肩幅だけで。すごい。肩幅だけで。すごい。ということは両方やったら5センチいるんです。そうですね。すごいですね。銀座七重チャンネル。このラジオ波が出てるんですけれども、突起があるので、結構いろんなツボにはまるように設計されてまして、今も結構こう、コリにクックッとくる感じがあると思うんですが、はい、どうですか？あります、あります。温めながら、ほぐしながらという、うん、これ今もラジオ波と、ラジオ波のみになります。あ、ラジオ波と、なんかそうですね、ピンとはしてないから。これがその今のこのデコルテ周りの部分と、うん、あと首こりにもすごくいいんですよ。首こりで、そうですね。そしたら左側ですね、向いていただきます。はい、ありがとうございます。今現代人はどなたでも首がすごく疲れてるので、スマホ首とかいるんですよね。スマホ首ってよく言います。結構詰まってますね。結構詰まってます。お顔もっとちっちゃくなりますし、エコンかけるだけでも変わります。お顔ってやっぱり筋力低下と皮膚のたるみと骨の歪みとかでたるんできたりとか左右されてきてしまうので、かけることによって引き締まっていくのと、ドレス着られる際に今のようにこの鎖骨とデコルテしっかり流すとバストのラインがすごく綺麗に上がってくるんですよ。で、今あなたもちょっとこの左手で右胸のこの辺り触れていただいて膨らんでありますよね。で、今度こちらで持っていただくと高さが違うの分かりませんか？こちらの方がぷっくりしますね。しますよね。でも映像でご覧いただいてても違って、小手さん当ていただくと、これ何ですか？これ手作業用のそう、あと流しているので、でも今からですね、さらにこの細かいので、これ EMS とエレクトロポレーションが出てくるんですけれども、こちらでさらに筋肉をつけていくと、もっともっと上がってくると思います。で、このジェルもシークレットメス専用に作られた美容成分高配合の、はい、一応脂肪溶解注射に含まれているファスパチジルコリンというものも配合しているので、なので拭き取るよりもなじませてお帰りいただいた方がより効果が実感できるかと。大丈夫そうですか？首周りの EMS。 首周りは大丈夫そうですね。ちょっと反れてくるとビビッとか、こ内側に入る、外側、内側です。首のラインが綺麗に出てくると長く見えるので、お顔もよりすっきりして見えますし、どうしてもスマホ触ってるとこう肩に顔が埋まれてしまうので、クッと下がるだけで全然印象違いますよね。で、今若い方でもこの辺りもまだ気にされてる方すごく多いですよね。こっち結構気持ちよく来ますね。接客業されてる方でも今ってやっぱりマスクしますし、お顔の筋肉ってそういった仕事されてる方でも使えなくなってきていて、例えばマスク荒れだったりマスク疲れだったりで顔って結構凝ってたりするんですよね。マスク彫りにも、はい、耳周りとか特にかけて差し上げるとすごく気持ちいいですし、ほぐれますし、お顔もそのいい時の顔が戻ってくるみたいな形になるので、だいぶここの筋肉筋が緩んできました、動いてますね。動いてますね。ちょっと口元が勝手に動くんですが、刺激がなかなかこれは恥ずかしいですよね。でも我慢せず委ねていただいた方が不思議な感じですよね。口が動きますね。普段やっぱり目を閉じてエステ受けるので、なかなかこのこうやってかけられてるんだって思ってご覧いただくの貴重かもしれないですね。結構パリパリやっても大丈夫です。あ、本当ですか？綺麗な顔だとなんかあまりパリパリできない。顔すっきりしそうですね。そうなんですよ。で、この眉毛のところとかかけるとすっごい目をきっちりのせるので、顔にも脂肪がついてたんですね。このあったかさで溶けていくような気がします。ラジオ波で
ですね、老廃物のデトックスラインなので、うん、これですよ ね、 ね、ここしっかりかけておくと、ほっぺが綺麗なチークラインが出てくるので、ここ気持ちいいんですよ。わ、ま、かります？ハマるの。本当だ。これヘッドがあれですね、ちっちゃいからできるやつですね。そうなんですよ。普通の機械ってここをかけちゃダメじゃないですか。うん、突起で出てポイントでちゃんとアプローチできるので、うん、触れてはいけないところに当たらないので、うん、なるほど。これを1本ではなく2本ではなく4本ではなく3本でこうだったんですけども、おでこってこうやってちょっとかけてあげると自律神経とかもとても気持ちいいんですよね、うん、幸せホルモンが出るって言われてるんですよ。分かる気がするなそうですよね。全然違いますね。見ます。わあ、ここが、すごい。もう目の位置、眉毛の位置、口角の位置、全部違う。ほっぺの位置が、顔幅も違う。になるすか。すみません。ここが全然違うんですね。ここが、うん、本当だ。はい。ここの幅が全然違う。そうなんですよ。こうやって見ていただいて、うん、ここの顔幅ですね。いきますよ。うん、全然違う。ここがキュッと、うん、ここのほっぺの肉があるというか若々しく見えますし、うん、う笑うと余計にここが、うん、本当だ、うん、ここが引き締まってて、うんうん、ね、引き締まりましたね。フェイスラインのもたつきも全然違う。あとこちら見ていただいて、ここのラインと、うん、あとこっち、ここからずギュッと全然違う。ほっぺのとこは全然違う。ほっぺがすごい可愛いラインになってますね、まん丸く。これだけたるんでない方でも上がるってことですもんね。うん、正直全然たるんでないので、あまりやりがいないなと思って。すみません。でも全然違いますね。うん、胸がすごく全然違うんですよ、ね。あれ、なんだこれ。ちょっと待って、これ胸のなんかこうやったらもう特に。うん、あ、そうですね。もともとすごい綺麗なんですけど。なんか全然違う。ね、全然違う。なんかやっぱこういうドレス着るときにこれぐらい出てたら綺麗ですね。うんうん、そうですよね。うん、はい、今日はですね、ザ・セブンビューティーメンテナンスで、シークレットベスをボディとそれからフェイス、このデコルテなどをかけていただいたら、佐藤セブンすごいはっきりしちゃってびっくりしましたね。ラインがたくさん出てきましたね。シークレットベスさすがでした。こうするとわかるんですけど、ここのお肉、うん、首のお肉がこうなくなって、こっちもたついてるんですけど、ここのね、鎖骨が全然違いますね。ドレスをね、着たくなりますね、これね。はい、ちょっと左右もちょっと違っちゃってますけれども、ここの高さも違うの、目の開きも違う、うん、な感じになってます。ゴッドハンドの岡本さん、造形していただいてありがとうございました。機械とハンドのパワーのね、NHK の方々も今日はいらしていただいて撮っていただきました。やっぱり YouTube ですとかね、メディアでこう真実を伝えていくということをやっぱりしていきたいと思ってますので、銀座の街もそうですけれども、こういった美容の方も真実を、はい、はっきりとお伝えしていきたいと思います。ぜひ皆さん見てください。チャンネル登録、高評価、コメント欄もどしどしお待ちしております。それでは今日は3人でいつもの言葉を、はい、よろしいですか。お願いします。ご一緒に。それでは銀座の夜にお待ちしております。